はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。ギルド大会予選第3試合となります。第2試合は勝つことができました。やったね。というわけで、一勝一敗で迎えた3戦目となります。本日対戦いただく方はこちらの方にさせてもらいました。勇者3人パーティーだね。で、しびれくらげ久しぶりだね。そんな感じで、今配置ちょっと見たんだけど、ワイドにちょっと組みすぎじゃないか。速攻で上回ってやろうと思って固まっててくんねえかなと思ったところ、ちょっとねこれワイドになっちゃってるね。で、一応作戦としては、こっちが左札2人ソロとロトを落とす感じでいきたい。そうだね。そっか、この子な。そうかうまくはならないね、やっぱね。で、真理はここからサラサラ行けば入るね。ね、サラサラ行く。で、L 字マーケンで行くと。で、アンルシアはもう痛め、動かします。これはしゃあない。で、これ追撃しとこうか。ね、こんな感じでね。こっからサラサラ。ロトはね、足りる。ちなみに、ソロが3と2。違かったかな。3と2。ロトが4と2。アンルシアが2と2。3突その辺だったかな、その辺の方だったかな。落とせるか、ちょっと速攻パーティーにしてるから火力はちょっと装備ね漏れてないんであれだけど、落とせるかちょっと微妙なラインになってくるよねこれね。だソロはいけるとして、 できればな、あのシベリクルガメは落としたいんだよな。突っ込んでってここで打って、だけどそれが無理っぽいんだよな。ここで打つよ、ここで打ってピサロ、ここでアンディションのデインが来るよな。まあまあそうなんだけど、でロトが落ちなかった時がまたちょっとこれがやばくなってくるんで、しびれクラゲ残す感じでもいいか。落ちるかな、これさ打ち込んだらさあれになりそうだしな、しかも麻痺に。だからアンルシーじゃなくてこの人はここまで行ってここ打つ、ここから打てば 1,2,3、ここで打つか、ここでソロに対してあのロトに対して打つか、あのツイントルネーショット少し火力入れとこう、その方がいい気がする。で、神竜ここだと入る。で、ピサルッチここ、まあ1個下がってもいいけどね。で、アンルシア多分こっち側に回ってきて、あのディーンスパークみたいなの打ってくると思うんで、そんな感じかな。で、2ターン目で、なんとか落としたいという感じですかね。まあ本当は固まってほしかったけどね、アンルシアとソロでシャドウ打ち込みたかったところだけどね。まあそんな感じでいきましょう。で、2ターン目も多分上回れると思うんで、600超えてるんで、うちの素早さが。そんな感じでいければいいかなと思ってます。この子はね、速くなりすぎてる、めっちゃ速くなりすぎて692です。スキルパネルが開放しまくりでね。はい、というわけでいきましょうか。よろしくお願いします。ポチッ、火力、うちの火力よ、頼むぞ。ここな、オッケーな。なんかさ、もう不安なんだよね。大丈夫かなって。ここで打っとく。ここでし。案の定あれだ。しびれクラゲには落ちないわ、あれ。これ。大丈夫だよな。なんか怖いな。あ、麻痺が入っちゃうかもしれない、これ。もしかしたら。これ落ちろ。落ちろよ、ピサロ。あ、頼むぞ。次さ、あれ打ち込んだ時にさ、まひりそう。まひりそうなんだけど。まひりそうなんだけど、これ。大丈夫かな。まひりそうなんだけど。うわぁ、まあまあ、しゃあないか。これ、しょうがなかったな。まひ、入るなよ、まひは。そういう時限ってミス。オッケー。そっちからからそっち側からね。オッケー、デイン、よし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 。でどうなってる、こっち側。オッケー、落とせる、ナイス。こっち落とそう。これでいくかね、これでいっとこう。うち先サラサラだけど、これここら辺で取るか。いや、なんかアンルシア落ちないな。
アンルシア落ちないな。アンルシア落ちないね。で、新竜なんで先なんだこれ。新竜なんで先なのうち。あー、ちゃんと素早さちゃんと見なかった。あー、新竜のゴッドで落とそうと思ったんだよね、アンルシアは。これ落ちきんないな。しかも、1回目のアレスが発動してない。これどうしようかな。次、厳しいな。プサローで受けてもらおうか。プサローで受けてもらおうか。ギラまずくないか。ギラどうだっけ。いやー、これどうだ。火力乗ってるからまずくないか。どうだ。逃げるか。ここで壁張るか。どこだっけ。ここでか、どこだ。なんでこ、なんか最近動きがさ悪いんだよな。ここでいいか。ここでやってピサロは右に回ってあれにするか。うん、そうしようか。ちょっとゼシカ守んないと危ないかもしんない。まだ腹痛は出てないから。で、シンリに関してはギラ OK なんで、落ちないと思われます。うん。で、こっちから。あー、キー入らんのか。キー入らんのか、これ。キーどうするこれ。キー行く？この子にいるのはどう？ここしかないのか。いやー、そっか。これでいいか。これでまたデインスパークにさせるかね。いいよね、それで。大丈夫だよね。アンルシア落ちないよな、大丈夫だよ。ピサロに対してデインスパーク侵入込みで打ってくると思われるんで大丈夫だよな。木を狙います。また回復されたらめんどくさいから。で、ウォーターで打っておく。もう一個後ろとかはできないね。ここでじゃあ打ちます。あー、そっちか。よかった、福猿。オーケー。素早さも勝ってる。マインド打っておく。だから腹痛も最強なんだよな。ゴッドで行こうかな、やっぱりね。よっしゃ、オッケー。はい、というわけでありがとうございました。